イラのメモによると全能商人との待ち合わせ場所はここみたいだぞ。キョロキョロのさって全能商人をお探しですかしら。ならばいらっしゃいませ。あ、そうそう、よくわかって。え、なんでドリーがここに。レイラの言う全能商人ってお前のことだったのかよ。まったく、何がおかしいのでしょう。サングマハベイ様の品は一番豊富で一番不思議なもの。これは全グランドバザールのオーナーとお客様が知っている事実ですのよ。万能、全能、大能、能とあるものは全てこのドリーの専売特許。他の商人は使うことすらできませんわ。まあ、数百万もらの使用料を払っていただけるならば話は別ですけれど。まあ、初めから予想はついたはずだけど。ところでレイラーさんはあなたたちに使い走りを頼みましたの。どうやら彼女は本当にテーマ大会に夢中のようですの。お前、レイラとそんなに仲良かったのか。あいつに随分詳しいんだな。これは仲とは関係ありませんわ。レイラーさんは私のところから買い物をしたことがあります。大した額ではないけれど、学生にとっては相当太っ腹でしたわ。ですから彼女の動きを気にして当然でしょ。そうしてその怪しい大会のことも知ったわけですのよ。いいえ、私はただ少しおかしいと思っただけですわ。あ、そうだ、ちょうど売れなくて困ってる品がありますの。置いておいても錆びるだけですから、あなたたちにお渡ししましょう。あ、ただのパーツとノートのかけらじゃないか。聞いた話によると、これらは大会の主催側が消そうとした装置と資料だそうです。彼らはうっかりさんで、拾い物でお金持ちになりたい者もいるということに配慮できなかったようですわ。すべて回収され私の手元に来たわけですの。よく見るとこの資料に書いてある単語、フラワーゼリーのレシピに似てるぞ。装置の残骸もエイジホージと似てるところがあるし、ひょっとすると実験用のものかもしれないぜ。とりあえず保管しておいて、ミコにも見せよう。何か怪しいところが見つかるかも。結局、初めに心配してたこと現実になっちゃうんだよな。もっとポコポコビーニーとのんきに遊んでたかったのに。何についてお話なのかわかりませんけれど、これらのものがお役に立てたようですわね。それでは割引して、6000万モラでお譲りしましょう。毎度ありがとうございます。え、それはずるいぞ。あら、冗談ですわ。こういうものに興味があるのはあなたたちとマハマトラくらいですもの。普通の商売をした後のおまけといたしますわ。レイラさんの注文表については任せてくださいまし、レイラさんの欲しいものが分かり次第品を手配して専門の業者の手でお届けしますわ。もう使い走りをしなくても良いですわよ。はあ、びっくりした。努力が全て無駄になったかと思ったぜ。賞金をゲットしたとしても簡単に払える額じゃないよな。ほう、松茸のクズが混ざった小麦粉に古いジャム、それにザイトゥン糖ジュース。キノコンって本当にこんなものを食べますの。レイラさんは一体どこからこの情報を。ですわ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 ね、ですわですわよ。